大館山駅は東京都渋谷区大館山町にある東急電鉄東横線の駅である。駅番号は TY02 相対式ホーム2面2線、京上駅舎を持つ地上駅であるが急斜面にあるため中目黒方の一部はトンネル内にある。以前はホームがトンネルと踏切に挟まれた位置にあり、ホーム延長ができず有効長が短く20メートル車で5両分。 18メートル車でも6両分しかなかった。このため、18メートル車8両編成や20メートル車6.7両編成の列車は中目黒より1の2両のドアを締め切りとしていた。後に、踏切の閉鎖、廃止によるホーム延長及びトンネル内へのホーム延長により、8両編成分の有効長を確保する工事が行われ、ドアカットは解消している。 これらの要素はやはり渋谷駅の隣に位置する京王井の頭線、上泉駅においても状況がよく似ていた。なお、このホーム延長問題においては踏切廃止への反対など若干の混乱が起こった。近隣の中目黒駅や恵比寿駅から距離があまり離れていないことから大館山駅が廃止されるのではないかという噂も地元では一部で囁ささかれ、 これを懸念した運動も起こった。結果としては、前述の通り駅は廃止されず、踏切廃止、トンネル部分のホーム延伸が行われた。2013年3月16日の東京メトロ、福都新線との相互直通運転に対応するため、渋谷駅から当駅まで地下化工事が行われた。地下化に伴い、当駅中ほどから渋谷方にかけて緩やかな下り勾配となった。この 渋谷1号踏切も廃止された。その後、線路跡地では再開発も行われた。なおこの工事は市街地でありかり線路の用地確保も困難だったため、すでに目黒駅等の地下化工事で実績を積んでいる仮線を必要としない線路直下地下工法で行われた。また、この工事完了後、ホームドア及び有等列車対応通路の設置に伴う工事を実施。 停車位置を中目黒よりに2メートル移動したほか、渋谷よりにホームを2両分延長している。2020年度の1日平均乗降人員は2万403人で、ある。ここ数年3万人台で推移していたが、2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり、乗降人員が大きく落ち込んだ。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、 下記の通り、大観山は1990年代より東京において青山、原宿と並ぶおしゃれなファッションの街として広く知られるようになった。ブティックなどのファッション関連専門店と店舗デザイナーによるカフェやレストランに代表される飲食店が多く集まっている。駅正面口に行くには槍ヶ崎交差点と大観山交番前交差点の 間にある脇道を侵入する必要があり、そこから明治通りに繋がる道路にある、大館山駅入口交差点からでは北口にしか行くことができない。駅設置当時、東京府と与多摩郡渋谷町大浅市も渋谷座、大館山に立地していたことから、地名を取ったもの。ありがとうございます。